対象とされたのは HBC の情報番組京都記です京都記は去年7月の参院選公示日の前日比例の候補者だった鈴木宗雄氏をおよそ5分間にわたり特集しましたこれについて BPO は特定の候補者を視聴者に強く印象づけるような編集をしたのは明らかで選挙の公平公正性を損なっていると指摘放送倫理違反だと結論付けました HBC は再発防止に取り組みより良い選挙報道の実現に向けて一層の努力をしてまいりますとコメントしています。